だしまどうちゃん。だしま動画チャンネルです。ゆうきです。今日はこちら、こちら変身ベルトデラックスアクセルドライバー。はい、僕たち今仮面ライダーダブルにハマっております、はい、というのは前の動画で言ったと思うんですけれども、こちらは仮面ライダーダブルに出てくるもう一人の仮面ライダー、はい、アクセルの変身ベルトです、はい、たまたま今日はこのね箱割りのおもちゃがあったのでね、はい、即買いました。はい、うん、はい、外箱はこんな感じ、表面ね、はい、うん、そして後ろはまあこんな感じでね、後ろは書いてありますよ。はい、横、はい、そして上はこんな感じになっております。はい、はい、早速開けていきたいと思います、はい、ただね、うんうん、これね中古なのでね、うん、外箱はあるんですけど内箱がない。箱がないしょうがないね、しょうがない、出して、はい、おお、ダブルのアクセルです。おおおおおお、はい、そんなわけで中にはベルト止めと、うん、ベルト、バックルをベルトにくっつけるためのやつ、うん、そしてアクセルのメモリ、はい、そしてこちらですね、編集、こちらが入っておりました。アクセルドライバーはこんな感じです、表面、後ろはこんな感じでね、こうマキシマムドライブをやるとこうね、グッてやるよね。ここは回ります、変身するときね。まあ、早速ちょっと組み立ててみたいと思います。まずこれをここにくっつけます。よし、でベルトにベルト止めをつけて、よいしょ、でこっちかな、こっちね、よいしょ、よいしょ、はい、こんな感じでできました。いいね、ちょっとやってみようか。じゃあね、マキシマムドライブ、はい、アクセルマキシマムドライブ、ここ、うん、すげえ、かっこいい、かっこいいね、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 いいね。はい、カナト君がつけるとこんな感じになります。かっこいいですね、うん、いいね、変身していい、じゃあカナト君変身してくれ、変身、いいよ、面白い、おお、かっこいい。これでかなとくんもテルイリュウみたいになれるよ、うん。はい、そんなわけで今日はこちらの仮面ライダーアクセルデラックスアクセルドライバーを紹介しました。はい、そんなわけで今日はこの辺で、バイバイ、バイバイ。今日の獣王者チョコ当たり出るかな、はい、当たり出るかな、当たり出るかな、当たり出るかな、あれ、ない、残念でした、残念でした。